ねえ、知ってる？何が？噂で聞いたんだけどさ、おしっこを我慢して亡くなった老人の霊が夜枕元に出るんだって。まさかあれって噂だろ？それが友達のお父さんが昨晩口から証明を吐き出して亡くなっていたんだって。マジかよ、やめてくれよ。遠くから忍び寄る足音なのか、水の音なのか。口を開けて寝ている人に舞い降りる不可解な老人。あー、よく寝た。口の中なんか臭いな。なんだこの匂い。嘘でしょ。朝目覚めると口の中がものすごくおしっこ臭い。その原因は、しょんべんしたい、しょんべんしたい、はい、尿、霊。お口のしょんべん誰じゃ。口を開けて寝る方に気をつけてください。